どうもよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。ね、お願いします。趣味があってね、うん、休みの日とかこう映画館とか行くの大好きなんだよね。あ、映画ね。映画めちゃめちゃ面白いじゃんね。まあ確かにね。そうなんだよね。特にね、俺予告が大好きでね。あれかっこいいね。まあ、本編も面白いけれども始まる前のね、こうギューッと詰まった1分ぐらいの内容のやつね。ああいうのいいですよね。あれ見たいなと思うんだよね。うん。ブワーン。あ、そう、文字がいきなりバーンってスクリーンに出てきたりとかし、かっこいいやつね。突如現れた鉄の要塞。突如現れた鉄の要塞、なんか要塞系かっこいい。要塞に忍び寄り100人の刺客。100人の刺客は恐ろしいね。100人の重圧に耐えられる。うわ、めちゃめちゃかっこいいじゃん。見たくなる、こういう映画ね。ダン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 。タイトルが出てね、稲葉物置。 CM じゃねえかよ。 CM の話かこれ。いやいや、あ、100人乗っても大丈夫。100人乗っても大丈夫って言ったら確実に今、やっぱこういう予告でしょ。あ、稲葉物置の CM、100人の要塞ってそういうこと。うんうん。あとはね、こう恋愛系とかも楽しいね。あ、恋愛系ね。なんかアクションじゃなくて、こうなんかピアノがテンテンテンってバックで流れながら、ね、日本中が涙して、めちゃめちゃうまいじゃん。あれやってた、ナレーションの仕事。運命の出会い、2人がこう出会うわけだよね。うん。惹かれていく2人。うわ、2人とも惹かれ合っちゃって、あ、男女最高じゃん。絡み合う運命の糸。あ、糸が絡まり合ってね、最高じゃん。その糸をほどく浜ちゃんとスーさん。釣りバカ日誌じゃねえかよ。ちょっと待って、俺の思ってる恋愛映画と違うわ。釣りバカにしてみてください。釣りバカにしてみてくださいってちゃんと言った日本語で。いや、じゃなくて、カミングソーン。いや、スーンって読むんだよ、あれ。ソーンって書いてあるけど、スーンな、あれな。あれ、スーンね。いや、かっこいいやつ頼むよ、かっこいい。タイトルがバーンと落ちてきたりするんだよ、文字が。シュッダーン。そうそうそう。シュッダーン。そうそうそう、かっこいい。シュッダーン。そう、かっこいい。で、バーンってなってる。ダーン。そう、バーン。ダーン。テトリス。何の話してんの、さっきから。いや、テトリスの一歩一歩ブロックが消えてくって話じゃなくて、いや、じゃなくてさ、その文字、ぷよぷよじゃねえかよ。いや、タイトルの話してんだ、俺ちゃんとよ。お前よく見ると、テトリスの長い棒みたいだな。おめえ、ぷよぷよみてえじゃねえかよ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。はい、というわけで見ていただきました。いや、ねえ。いや、じゃなくてさ、はい、短くない？何がですか？いや、漫才、はい、いつも4、5分、はい、5、6分やってるけど、ちょっと声が短すぎない？ちょっと待ってください。ん？漫才って何分から漫才なんですか？いや、定義はないけれども、ちょっとあまりにも皆さん、あれ終わった、あれ詐欺って思っちゃうじゃん。キスしたことなくても恋人だったりするじゃないですか。かっこいいこと言った。別に。またかっこいいこと言った、すごく。そういうことですよね。あなたが言ってるのは、なんかキスして一緒に夜を過ごさなければ恋人じゃないみたいな。いや、じゃなくて、今までの流れでいくと、はい、たくさんやるのかなって思って、でアフタートーク 2,3 分で終わる10分なのかなと思ってたんですけど、もう古いですよそんな漫才。はい、もうみんな時間がない、忙しいんですよ。じゃあどうですか、曲っていうのは A メロがあって B メロがあって、サビがないと曲じゃないですか？いや、まあまあまあ、好きやの牛丼。いや、曲ですね。曲ですよね。曲ですね。ね、曲ですけれども、でもちゃんと A メロ松屋これ曲ですね、ちゃんと、はい、ミスターチルドレもとどまること知らないから、はいはいはい、果てしないってやっぱ A かサビバーンっていくじゃない。じゃあ一応曲ありますけど、す街歩いてます、うん、シーソーゲーム、うん、あ、ミスチルの曲だって言いますよね。曲だけど、いや、曲、ね、曲の長さじゃないんですよ。結局は期間じゃないんですよ。いや、じゃなくて思いなんです。ネタをやろうという思いを見てもらってるんです。重ひいいね、重ひです、その思想の層、重ひでポロポロの言い方しないでくる。そっちなんです。いや、じゃなくて、はい、それはあくまでも原曲が5分あっての、はい、ね、愛そうな足の君が笑ったから、うん、シーソーゲームって言って、これを知ってるからここがあくまで曲になるだけであって、いきなり桜井さんはシーソーゲーム、はい、ミスターチルドレンこれでいくよとは言ってないじゃんってこと。違う、じゃあ CM ソングはもう全部短いですよ、それは。ゲッツンネタンヌキ、これも曲ですね。そうなんだけど、うどん、うどん、うどん、スープ、プープー、これ曲ですね。そうなんだけど、はい、短いです。曲なんだけど、曲じゃないの、あれは、はい、曲というよりも CM ソング。はい、だから CM ソングってまた曲とも違うカテゴリー。じゃあそんなこと言ったら漫才もいろいろありますよ。テレビでやる漫才、寄席でやる漫才、うん、例えば番組によってはショート漫才もありますし ね、こう YouTube 用の漫才もありますよ、ね、そういう意味では今短いの短いですよ。短い短いでしょ。漫才なんじゃない？いや、じゃなくてこれも、はい、収益化するための今このアフタートークみたいなのも遅延行為なんじゃないか。ちょっ止まってくださいよ。食べたね、随分。いや、なんかな、ちょっと皆さんに申し訳ない気持ちでいっぱいだなって。あいつやってんな、あいつらと。いよいよ、いや、そんなわけないですよ。楽しだしたなと。いや、そんなことないですよ、うん、
ガキの使いじゃないんだからさ、フリートークで間を落とすなんてできないよこの芸人じゃ。いや元々は長い漫才だったんですよ、うん、そっからねもう精査してって精査してってって言い方はいい。盆栽ってやったことあります皆さん盆栽ね、山ほど松を大きくします。ただ芸術に例えるじゃん。盆栽ってのは松を育てるというよりは松を剪定する作業。あーなるほど。カットする作業。 あなたのお母さん仕事なんですか。美容師。そうですよね。カリスマ美容師。カリスマありませんね。カリスマ美容師一、うん、美容師ですね。そんなことない。髪の毛を増やす仕事じゃないですよね。モサッてやる仕事じゃないですよね。でも、はい、ちゃんとしてってちゃんとミノキシジルとかで生えさせる、はいはいはい、生えさせることもやってますよ。でもで髪のふわっとさせる髪のボリュームをちゃんと出す。単発の方いますね。単発の方いますよ。あれは刈り込みますね。刈り込みます。そういう漫才だったっていうだけです。ウィッグをつけたりするのもうちの母の仕事だから、はい、あくまでも切るだけじゃなくて髪をこう綺麗に見せてあげる。評判悪いあんたの店誰から聞いたんだよ。全部見てるけど評判悪い。無理やりウィッグつけていらないでしょそんな。切りたいやつにウィッグつけて、切りたいやつにウィッグつけて、ウィッグつけてからじゃあカットしますね評判悪い。ウィッグ切ってるだけじゃないかって。そうおかしいよそんなの。いやワンカこれおかしいと思うけどな。じゃあ4コマ漫画は漫画じゃないですか。いやあれは4コマ漫画つってるじゃん。ちゃんと1コマ漫画は漫画じゃないですか。まあで漫画だけど、漫画持ってきてって4コマ持ってきたら怒りますか、うん、あなた。あんまいい気もしない。4コマかい、4コマって言ってよってなる。いや大きさとかさ、じゃチョコレート持ってきてってベビーチョコ1個持ってきたら、いや怒るだろ怒る。それはおかしいじゃん、要望と違うじゃん。それはさ、え例えばチョコ食べたいな、うんうん、あお兄ちゃん妹がお兄ちゃんチョコ買ってきたよ、はいチョコってなる。うわい最高ありがとう。ならない絶対。ヒュン絶対にならないよ。なりますよそれ。ならないよ。いやこれチョコかってなる。お前1個持ってくる。チョコでしょ、置いてください。アリが持ってきますから。それチョコですよ。アリが決めてくれますよチョコかどうかなんて結局ね。いや俺は、うん、皆さんの気持ちをおもんぱかってるわけよ。ちょっと短くないですかっていう意見ないですかってことなのよ。いやこっちがですよ、うん、そのパッケージにね、うん、そのカツ丼ですっつって開けたら乾電池だった場合は詐欺ですよでもこっちはサムネのとこに漫才ってやって、うん、漫才やってんでしょうよいや長さはどうか知りませんよそれは。こっちの先ほど、はい、精査してカットしたっておっしゃってましたけども。そうですね。単純に面白くなかったから切ったって話でもない。誰だ誰か今本当のこと言ってやってるな。正論言うやつ言うな。おい面白くないからじゃねえのか。ただただ誰だ正論言ってるやつ。つまんないから切ったら1分程度になったんだろ。正論なしだぞそれの台本には他にも面白い映画があるよね、うん、例えば俺好きなのウォーターボーイズなんだ、うん、ああデブの膝に水が溜まる映画ね。いやどんなウォーターボーイズだよっていう台本があったんだけど、はい、切ったのねそれ。これ精査切りますよ。それこれ精査って言うの。言うでしょ。これさ研磨じゃなくてさもうそぎ落としじゃん。でそういうことでしょ。じゃあ白菜買って一番外側捨てるでしょ茶色くなり始めてて。そうだけど、うん、俺が言いたいのは米を、うん、純米大吟醸にするには惜しまれつつ周りの米も食べれるんだけど。そういう漫才でしょ違う違う、キューブ削りよお米のキューブ削りの配信みたいなのしか残んないじゃん。もう高いよじゃなくて、うん、白菜の一番外はもうカビッカビだし虫も食ってるし、もう捨てるものじゃん、うん、そうだね。だけどお米って外食べれて、うん、だけどあえて贅沢で純米大吟醸作るでしょ。いやそりゃそうだよ、ね、それみたいな言い方してるけど。違う、だって最初の段階でビニールじゃんこれ。違う違う、純米大吟醸漫才って言ってないじゃん日本酒漫才ですよ、あくまでこう日本酒に含まれますっていうね。そういう今回いっぱい書いてください。ちっちゃいあの読めないぐらいのずるいやつだ説明書にね。よく見ると漫才とは言っていますが多少短いですみたいなちっちゃい字で、あの個人の見解ですとかね。そうそうそう、あの2個ぐらいスキップして海外のサーバーを経由して短い漫才ですってどっかに書いてくから。いやちょっとずるいと思うけどな。いやそんなことないです。嘘はついてませんから。それはね。あとまあウォーターボーイズが大好きっていう視点でもう10年以上前のネタらしいな。もうひどいよもう。いやじゃあそう言いますけど、うん、昔遊んだおもちゃがね、うん、どんな気持ちでいるかトイストーリー見たことないんですか。あるある。あれと一緒ですよ。あるけど、まあ、ネタがネタストーリーっていう映画があったとしてね昔作ったネタたちが。俺らもう髪が入ってっけどやってくれよって言ってるのがこのネタですよ。俺は聞こえますそういう昔のネタですこれは。あ
そう。そういうこと、トイストーリー漫才です、これだから。いや、トイっつっちゃったじゃん。ネタストーリーなんでしょ。トイっつっちゃったらもうトイストーリー。トイストーリー漫才。また別のやつだから、それはさ。これはもう本当にピクサーですよ。じゃあ最後にちょっとおすすめの映画だけ1個紹介して。俺がおすすめの映画？そう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 。あ、俺本当に好きなの言っていい？ダメ。狙ったとか、うんうん、なんかおしゃれなとか、うん、それこそなんかほらタランティーノ作品とか言うとおしゃれだったりするじゃん、まあ、俺違う、やっぱバカなやつが大好きだから。バカなやつ。チャウシンチー監督っていう人がいて、はいはいはい、チャウシンチー監督ってあのカンフーハッスルとか、はいはいはい、少林サッカー。あー、なるほどね。そう、うんうん、あれの監督の西遊記ってやつが俺大好きだね。あー、まあなんかそういう風に言えばね、滑らないよね、うん、滑らない。みんな一回ね、タランティーノ犠牲にしてね、タランティーノといえばおしゃれなんだけど、まあ飲み会でもそんなこと言うんでしょう。タランティーノといえばおしゃれだけどっていう皿を作った上でチャウシンチーを出すっていう。モテるか、それ、ね、モテるか、飲み会でチャウシンチー。そういうカウンハッスル最高だよねって。ちょっと多いわ。何が好きって言って一個ポンって出るかなと思った。でっかい最後手で地球にこうガーっていう、ガーっていくの。そうでしょ。あれってモテるやつどこにいるんだよ。少林サッカーみたいな感じのやつでしょ。そうそうそう、デブがふわっと外の空に向いて、詳しい、服バリバリって出て、あ、詳しいね、ぐる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 、デブが、そうそうそう、で、ズバーンって打ってね、そうそう、中国のデブがね、こう止めたら、ここからもう裸になってくる。俺より詳しいじゃねえか。俺より詳しいじゃねえか。分かる分かる。少林サッカーね。あとみんなウィンドミルやりながらサッカー回すっていう。そう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 、ダンスしながらね。そう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 、それぞれいるんだよ、得意な競技。知らねえよそんな映画。知ってんじゃねえかよ。大好きじゃねえかよ、もう。はい、僕が好きな映画はミスター・ビーンです。はぁ、ずるい。はい、皆さんも良い、シネマライフを送ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。